BOGBFM Bay FM 78. We all can be connected with Doberman Infinity. 皆さんこんばんは。ドーベルマンインフィニティです。GS です。P 長です。カズキです。スウェイです。シャンクです。はい、ということで今週も始まりました僕たちドーベルマンインフィニティの We All Can Be Connected。この番組は音楽を通じて様々なアーティストとつながるのはもちろん、いただいたメッセージを通じてリスナーの皆さんとつながっていく、つながるをテーマにした番組です。はい、本日は体育の日ということで、ありがとう、ありがとうございます。一番好きな日かもしらんな、ね、走ってきましたから。なんか東京オリンピックのなんかさ、あの辺の、うん、あれの、あの開催日開催日からのゆかりのなんかである、オリンピックとかですかね、多分ね、そういうのがね、多分いろいろ歴史をね、ちゃんと辿って作ってるんでしょうね。なるほどね。今日体育日と儲けようってことですよね、うん、偉いさんがね。なるほど、偉いさんがね、そうしたんだと思うよ。まあでもそう、あのそういう意味では祝日ってさ、増えたりするやん、たまに。急にそうそうそう、このまま行ったらさ、どっかの祝日がなくならん限りさ、一生休みになるんちゃうかなって思うぐらい。そうですよね、確かに。それやばい。たまに記念日変えてくるもんね。成人の日とかも変わったやん。あ、そうなんすか。そうね、だってもともと1月15なんですよ。はい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 。けど1月の第2週目かなんかの変わった。そう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 。いや大変っすね。だってようそんなんで生きてきてんの。成人の日の、来年の成人の日にかけてちょっとビッグビジネス、ビッグパクチかけようぜっつって、ビッグパクチ、ビッグパクチね、大パクチかけようぜっつって、あの来年のその成人の日だけ押さえといてね。そして急に変わっちゃったら、その人大変なことになるね。確かに、ね、あるよ、そういうことあるんだよ。そういうことありそうですね。まあこのね、祝日ということで、今日皆さんどんな、休日を過ごされたのでしょうか。それでは今週も行ってみましょう。はい、それでは今週はこちらの曲でスタートです。ドーベルマンインフィニティでジャンプアランドインフィニティ。お送りしたのはジャンプアランドインフィニティでした。 We all can be connected ドーベルマンインフィニティ。さて、ここからの WACBC はこちらの企画をお届けします。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、一文字も言うてつえさん、それやばい。イーからもう D じゃなかったっすよね。一文字も拾え、え、一応、一応分かりやすく言いましょうか。はい、DI ポッドプレイリスト。めちゃめちゃ面白かったっすね。ニュアンスでしか分からなかった。ありました、はい。さあ、このコーナーは番組が選んだ選曲テーマに合わせて、メンバーが R&B ヒップホップアーティストの曲をシチュエーションとともにご紹介します。まあ、なのでまあ、こちらのコーナーはもう皆さんご存知だと思います。まあ、メンバーがね、それぞれシチュエーションに合わせた曲を紹介していくので、今夜はたくさん音楽を聴いていただこうということで、はい、いいね、お届けしたいと思います。はい、今夜はですね、こちらの選曲テーマでお送りしたいと思います。和樹お願いします。はい、今夜のテーマは勝負前に聴く曲パート2です。はい、パート2。ちなみに去年ですね、同じテーマで、僕と久保ちゃんがやらせていただきました。その時はあの久保ちゃんがナズのワンマイク、はい、そして僕がワイクリフのダブルダッチということで、あの覚えてる、もうあれから1年です。早いっすね。はい、ということで今日は勝負前に聴く曲、もうこれはでも、ある意味同じような近いこうタイトルも、まあネタというかね、あったと思うんですけども、じゃあ今ナウなものも含めて、今回は選んでもらったということで、まずはチョウちゃんからいきましょう。はい、B チョウが選びました勝負前に聴く曲はミーゴスでイズユレディ。お送りしているのはミーゴスでイズユレディです。はい、なんかちょっと男な感じが溢れてくるというか、そうでしょ、準備できてるかと、はい、準備できてるかお前ビートが、ビーチョーレディね、お前準備できてるかと、はい、あのこれ僕あのあれなんですよ、ツアーの、後半には、あのよく僕あのライブ前にね、あのビーツの赤いスピーカーを持って一人でどっかに消え去るじゃないですか、はい、で音楽爆音でかけて自分を奮い立たせるアップを始めるんですけども、後半この曲に出会って、まずこれをかけて、あの体を温めるというのをずっとやってたんで、まあ Is you ready? あの準備できているかっていうところで奮い立つし、これ実はね、あの MLB のメジャーリーグベースボールのファイナルの、テーマソングとかにもなってたりしてて、結構本当にこうスポーツに合うっていうか、向こうでは結構イエーな曲なので、これ勝負前にこれ聞いて奮い立たせてますもん。あ、マジっすか。ランニングする前に、あ、ランニングする前に、ああ、よくね川沿い走る時に、あのね、そうですよね、
ほんまそう。だいたいだから久保ちゃんと僕は似てるんですよね、この感覚はね。やっぱり似てるよ、ね。うん。そう文法がすごいですよね。Is you っていうね。うん、そうね、そうね。前 T.I. も、うん、なんかの曲で、うん、Is you happy って言ってたんですよ。ほう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 。なんかいや英語的には成立してへんってことなんやろ。要は日本語でちょっと間違った日本語ってあるじゃないですか。うん、なんか、うん、でも流行りで。みたいな。そうだから結局その通じればいいっていうのはありますよね。スラングみたいなもんや。僕らが学校で学ぶ英語は綺麗な英語であって、うん、これも一個のスラングですよね。そうそう、面白い、うん、なんかだからこういうのを考えるともっと気楽に英語って使っていいんだなって思います。そうやな、確かに、うん、で俺らも歌詞書くときにもっと気楽に書いてもいいかもね。そうですね、それが俺らが歌って俺らの言葉でね、こうバズっちゃうパターンもある、ある、全然あります、ね、なんか結構やっぱ一つの言葉、フィールっていう言葉一つにとってもさ、はいはいはい、いろんな角度でその、そうですね、感じるっていう、うん、感じるっていうのもある、分かるっていうのもありますね。そうですね、アフィールユーって言ったらね、うん、はい、ということで長ちゃんが紹介してくれました。はい、はい、じゃあ続きましてはスウェーが選んでくれました、紹介お願いします。はい、続いて聞いていただきましょう。グッチメインで Wake up in the sky。 お聞きいただいてるのはグッチメイン Wake up in the skyはい、なぜこの曲を選曲してくれましたか。いや、なんか勝負前に聞くものではないとは思うんですが、うん、なんか結構言ってる内容とかは、うん、こう酔うまで飲むとか、ハイになるまで吸うとか、なんかね、ちょっとなんていうんですか、行くとこまで行くぜ、行くとこまで行くぜっていう内容だったりするんですよ。なんか女たちはジュエリーが好きだから俺らを好き、要は俺らがジュエリーだから女たちは好きっていうね、うん、なるほどね。なんかちょっと言ってることがすごい男気あるというか、はいはいはい、ポップやね。なんかだから曲はこういうふんわりしてんだけども、うん、気持ちが勝負前な感じがするというか。なるほどね、はい、そういう角度での選び方もあるよね。なんかそうかなっていう、ね、はい、うん、ちなみに最近皆さんが勝負したことなんかあります？個人的にで聞きたいかな。勝負したこと、最近、まあ、ツアーとかさ、まあ、Dアイランドとかいろいろありましたから、はい、そういうことではなくて、はいはい、普段なんか俺こういうもんちっちゃいことでもいいんですけど、勝負したな俺これは。なんかあるかな、なんだろう。でも俺絶対音楽のことぐらいしかないっすね、勝負するの。いや最近さ、もうしかもそこぐらいしかないよね、あんまりプライベートがなくないですか。そうなんですよね、うん、ね。でもカズキがよ、まあ、ツアー中やねんけど、あ、まあ、いつもさコンビニでさ、はい、500のペットボトル6本買ってさ、6本ぐらい買ってさ、2リットルのペットボトル1本買っていくやん、うん、俺あれ勝負やなと思うわそうっすね、あれは飲みきれへんかったらほかしていくわけでしょ。いや、飲み量を大体自分が飲む量を買っていくんで、俺結構ツアー、あ、じゃあ俺ツアー前にもうクソ早起きするんですよ。わかるわかる、ライブの日、うん、もう走るし、だからあれぐらいは飲んじゃいますね。でもそれで考えたら、何リットルよ、もう5リットルを摂取するってことやろぐらいは飲むのかな、ね、うん、でも前の日も俺寝る前も絶対半身浴して喉温めて寝るんで、うん、そうだからそうすると1日というか、その前の日の夜と次の日のツアーホテル集合までの時間で飲んじゃう、うん、なるほどね。いや、飲むか飲まへんか分からへんのに、とりあえず飲むかもしれへんからって毎回あんだけの量買ってんのかなと思ったら、俺も驚きっす、あの量がすごい、あれは勝負やなってちょっと思って、あれは飲みますね、はい、なるほどね。はい、ということで続きまして、カズキに紹介していただきましょう。はい、続いて紹介する曲はこちらでございます。 Day 26で Since You Be Gone。 お送りしているのは Day 26で Since You Be Gone でした。はい、はい、この曲はちなみに2008年6月リリースということで、はい、2008年間出てますね、はい、出てますね、はい、あの時の感がなんか、うん、そうですね、はい、なぜこの曲を、なんかこれだからテーマもらった時に勝負前の難しくて、ゴリゴリのやつだからジムで俺がかけてるようなやつ言ってもなんかみんなとあのニュアンス一緒かなと思って、ね、R&B 系で行くとしたら、うん、まあこれかなっていう、ね、これ結構練習してた時期あって、でもインストがなかったんで自分で打ち込んだ時あったんですよ、このトラックをで当時超ダサい感じだったんですけど、で当時組んでたやつと一緒に練習して2人とも全然歌えないですよ、むずすぎてむずすぎて、めっちゃ調子いい時にギリ出るかなみたいな、もう全員歌超うまくて、はいはいはい、思い出も入ってる、思い出も入ってるっていうなので、まあ、でもちょっとこう行くぞ感っていうか、もうニュアンスですね、雰囲気、何言ってるか分かんないですけど、うんうんうん、雰囲気で曲の感じでね、うん、なるほど。ちなみにこれスーさん、 Since you've been gone ってどういう意味なんですか。君がいなくなってからだよねなるほどね、君がいなくなってから、から勝負、から勝負、勝負、そうそうそうやっぱその受け取り方はね、そうやっぱだから自由ですから、ね、終わりは始まりってことだよね、そういうこと、うん、なるほど、ね、そういう意味で選びました。なるほど、
思ってそう。思ってそう。はい。というわけでですね、はい、今夜は3人に、DI ポッドプレイリスト、勝負前に聴く曲、パート2を選曲していただきました。はい。はい、We all can be connected with Doberman Infinity.はい、ということでメール行きましょう。じゃあカズキから行きましょうか。はい、静岡県アンナちゃん、ドーベルの皆さんこんばんは。こんばんは。本公演お疲れ様でした。17公演、カー君罰ゲームの中でメンバーが選ぶ一番好きなやつ教えてください。はい、私は行った公演は3つでしたが、全て歌唱で嬉しかったです。一番は東京2日目の願いです。久保ちゃん、 GS さん、チョウちゃん、スウェイさん、全部見たメンバーから見て何が一番ソーグッドでしたか教えてください。これは正直どれも良かったな。俺あれ35歳35億な、あ35億、あ 35億ネタのサンプリングね、うん、35歳めっちゃおもろかった。平均年齢あれはだってもうかけましたあれは労力を、あれが労力とお金をリハースター入りましたから自分でな、なんかねあれは言っちゃいましたね。はいはいはい、俺も言っちゃってそれやったけどな。いやでも俺も願いかやっぱ願い好きやん。あみんな一、まあ、回自分の中で流行ったやん、うん、はいはいはい、みんなあれじゃないですか、僕がそう一人一人のあるある言ったやつじゃないですか。あるあるも良かったけど、パンチ効いてんの、まあね、俺はでも一発目にやってるから、そうそうそう、いやすごいあれあるけど、でもやっぱ願いも捨てがたいな願いやっぱいいっすよね。いやもうやっぱ好きやもん、うん、しかもご当地ちゃんと入れてきて熊本公園、熊本はね。じゃあスウェイは、俺今でも影響あるやつがあるんですよ、うん、それこそ俺のあるあるで、はい、最近 iPhone 出たじゃないですか。ああそうやね、もう、iPhone 出るって発表された時から、はいはい、もう和樹のあるあるネタをめっちゃいろんな人に言われるんですよなるほどね、だもうすぐ変えるんじゃねえかみたいな、すぐで変えたんですけど出たーみたいな、すぐあるある出たーみたいな、これだみたいな、よく特徴を捉えてたという、そうそうそう、あれが今でも影響を受けてる、ね、いいとこ行かないと、さすが、すごい、さすがなるほどね。まあ本当よく頑張ったよね。いや、そうなんですか。俺、いや俺も35歳、うん、あれはだってうちのマネージャーさんが2人出てきた俺笑い転げたもん。なんかこう予想できなかったから、あれが一番すごかったけど、でも今も胸に残ってるのは脊髄外す、あそこなんすね、序盤やん。いやなんかそこな、なんか変な意味でじゃなくて、はあ、こいつ手抜きよったんかなっていうもう印象がその時すごいあったんや。今まあその前半からちょっと飛ばしてたやん、はいはいはい、だけどそこでそれ来た時になんかすごいそれが印象に残ってんの。なるほど、短距離走ね、短距離走、あれ面白かったっすね、うん、そう、うん、だけどまあそのまあいろいろあった中で、そうね、全部歌唱はね、そうそうそう、きついよな、やっぱりね、ちょっと歌詞考えないといけないから作詞なんでカロリーがそれがあったから多分まあ歌の方も良かったとも思うし、そうだね、このどっち行くかっていう、まあこれはね来ていただいた方のみが知るこの楽しさ面白さだったんじゃないかなと、はい、思います。それでは久保さん行きましょう。あ、はい、東京都ゆいゆいさんから、私はいつも久保さんがインスタに投稿している久保の車窓からが大好きです。仕事終わりに電車の中で見ることが多いので笑いをこらえようとしているのですが、気づくと口元が笑っています。そこで疑問に思ったのですが、同じ車に乗っているメンバーやスタッフさんはどうして笑っていないんですか。すごく面白いのにあまり声が入っていないなと思いました。久保さん教えてください。あれ久保さん全部編集してますもんね。いやしてないよ、してないよ、俺は爆笑してるこれ全部いやいや別チャンネルで、あれをだから笑いと捉えるか、俺はだからもう芸術と捉えてるから、やっぱそれもあるよね。そう、俺はもう笑ったあかんと思って声入ってしまうから笑ったあかんっていうのでちょっと我慢してる。 はいはい、あと久保さんが撮ってるそのモニター見れてないよね、みんなが。ああ。だから久保さんがまたこう車窓が始まったっていう感覚と、うん、その久保さんが見てる景色を見れてない僕ら、うん、あそうよね、はあ、あれも勝手に俺がやらせてもらってるもんね。あれ完成したその投稿を見てなるほどって思う。そうそうそうですね、そうですね、はあ、たまに僕もフューチャリングさせてもらいますし、ね、はあ、でもちょっと久保さんの悪いところはちょっとたまにちょっとあの、うん、短時間空けてやろうとするんで、そこはちょっとあのだあのそんな安くしちゃダメですって、ね、ああ安売りしないでください、ちょっと怒られてもしかして久保 の車窓からのマネージメントやってますか。一応はい、マネージメントさせていただいて、私の敏腕マネージャーやってます。なるほどなるほど、
そうそうそう。もう次はもうツアーがあったら最後に久保ちゃんにあの、うん、はい、久保の車窓カラーをやってもらうっていうのもそれも一つ。ちょっと待って、ツアーのケツに久保の車窓はめっちゃ難しいっすね。まあでもあれ、そうそうそうやねん、そうやねん、下手から上手に動いてもらって。いやだから毎回その行った時というかその、はい、まあその車からのね車窓をその瞬間瞬間を言葉に変えてるじゃないですか、はい、だからなんかこうその場所のに合ったものをこう、まあフリースタイルと一緒ですよね、はい、ちょっといつか、ね、いつかできる日を、はい、じゃあ10月16日にね、はい、え、お大阪、え、いいですかね、これでやれたらいいなと思ってます。おーやばい、いいね、これは爆弾発言出ましたよ。おーすげー、はい、10月16日もしかしたらということで楽しみにしておいてください。はい、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しています。番組の感想や DI ポッドプレイリストのテーマ案などどんなことでもいいのでメールしてください。宛先はすべて小文字で wacbc@bayfm.co.jp wacbc@bayfm.co.jp までお願いします。そしてメッセージを送ってくれた方の中から抽選で毎週3名様に番組特製ステッカーをプレゼントしています。住所、氏名、郵便番号、電話番号を書いて送ってください。たくさんのメールをお待ちしてます。はい、ということでエンディングです。ドーベルマンインフィニティ8枚目のシングル You and I がリリース中となっております、うん、そして11月12日月曜日にはドーベルマンインフィニティ2018ドッグイヤーフルスロットル、こちら日本武道館で開催ということで、来ましたよ。これがね我々のドッグイヤーの締めくくりになるんでしょうかという大きなイベントとなっております、はい、うん、そして現在公開中となっておりますハイアンドローの新作となるスピンオフ映画 DTC 受け身で純情編 from ハイアンドロー、こちらもぜひ皆さん見に行ってみてください。 U&I 聞いていただけるのでぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、番組では Twitter、Facebook もやっています。 Twitter ハッシュタグはハッシュタグ WACBC をつけてつぶやいてください。そして Facebook では放送の様子や収録後の風景などもアップしてますので Bay FM We All Can Be Connected で検索してみてください。また番組特製ステッカーの当選者につきましてはステッカーの発送を持って返させていただきます。はい、ということで10月8日体育の日休日ですけども、はい、まあね振り替え公演まであと1週間はい、はい、いやようやくまた来たか、なんか嬉しいですね、なんかリベンジ果たしちょっと、うん、ね、なるとまたね、なんかもう一回ちょっとリセットしていけますよ ね、 すね、気持ちをリセットして新たに、うん、そうですね、はい、まあツアーとしてはね愛媛でファイナル公演を迎え、まあ、はい、今回まあ大阪台風ということでね、はい、この10月16日に振り替え公演大阪行きます、はい、また改めてパーティーオンザオフロードまあ僕たちまたできるということで、はい、まあさっき久保ちゃんも言いましたが新たな気持ちで、はい、さらに盛り上げていきたいなと思いますので、はい、皆さんお待ちしております。それでは We All Can Be Connected 最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りしたのはドーベルマンインフィニティでした。ワオワオ。